他にもラムチャー、リトルクック、マーラー牛すじ肉麺、揚げ麺に粉末スープとレトルトの具、フォークがついています。麺は太めの扁平角断面で、輪郭はくっきりしており、ちぎれは強く固めです。少し気泡感があり、ふくよかさに欠ける印象です。古風な食感の麺です。スープは台湾の匂いがします。レトルトパックに入っていたつゆの味が強いです。このため緻密な印象があります。唐辛子の刺激がかなり強く、塩分や旨味も強いので、少し疲れる味です。牛肉は親指の先ぐらいのが3個ほどで、結構硬いですが存在感があります。大製品らしさは全然ありません。麺の素っ気なさを肉で補う感じの製品です。